2年ぐらいでだいたいインスタの映えの概念っていうのが変わってくるんですけど、なる、えー、てますなので、インスタでこれからじゃあ伸ばすよっていう人に、ぜひこう、念頭に置いていただきたいのは。はい、いや、じゃあインスタ。イイやりましょう。イ,イ,インスタインスタ教えてください。インスタ中瀬さん、今なんであんなにめっちゃインスタライブしてるんですかあでも最近全然やってないですね。 インスタどうしたんですか。インスタガチるんですか。インスタガチんガチらない。<laughs> でもインスタはちょっとやろうかなと思います。<laughs> うん、でもやります。でもこれからですね。どっちかっていうと。おお、そうですね。インスタインスタの最近はですね。はい、インスタあのー、やっぱり全盛期が2018年とか。 だったんですよね。それこそ、はい、昔の SEO みたいに書いたらどんどん上がる、うん、おすすめもバンバン上がるみたいな状況だったんですけど、はい、だんだんフィード投稿があの上がりづらくなってきたなっていうのをすごくこう、如実に感じてます。フィード投稿が上がらないっていうのは、まあまあ、去年くらいにはもう全然感じてたんですけど、それ以上に最近私がこう感じますのが、はい、タイムライン、ホームでね、うん ホームでこう自分がフォローしている人を見るじゃないですか。はい、自分がフォローしている人ほぼ上がってこないですよ。また ?Twitter <laughs> <laughs> と同じ感じですか <laughs> これ見てくださっているね。w e b s t v の方とかも,あもうそうそうってなると思うんですけど、フォ、はい、ームが広告とおすすめばっかり。なので、うん、自分がフォローしている人の投稿を見つけられづらい、見つけにくい。うん っていうのは本当によく、うん、あの感じますねすごく効率ここ最近はっていう話ですか今年ですね今年の今年から徐々にです例えば、えー、ホームで5つ投稿が並んでたとして3つはもうおすすめと広告で埋まっているような状態、はい、うん。 で、インスタって縦長も OK になったりとか、とにかくこう、スマホの面積を取るので、大きくスクロールしないんですよね。はい、うん。なので、まあ、見つけられないねっていうので、お気に入りっていう、こう、自分が優先的に表示したい人を選べるような機能っていうのも、はい、できたのかなとは思っていて。で、まあ、フィード投稿が上がらなくなるっていうと、やっぱり反応も下がる。 で、反応も下がるってなると、リーチ広がらないっていうようなこう連鎖になってきて、うんはい、だから今、ブームとしてですね、インスタのブームとしては、とにかくリールを頑張ろうっていうのはめっちゃいい。はいはいはい、なるほど。で、このリールっていうのがもう結構エンタメ化しているので、もう TikTok みたいな雰囲気です。うん、あーなるほど。感じますなんかこれ TikTok っぽいなみたいな。うーん。 でもどうなんだろう僕そこまでインスタのリールとか見るわけじゃないですけど、あの動画みたいなやつですよね。そうね、そうね、ショート動画。でも確かにリール頑張ろうみたいな人たちはいっぱ、ねはいいるなとは思いますね。すね僕がイメージしてた昔のインスタとはちょっと違う、うん、あそうですね。うん、綺麗な写真をこう並べるのがインスタだった、うん、そとそうそうそう。うん 2>, 2年ぐらいでだいたいインスタの映えの概念っていうのが変わってくるんですけど、なるほど今あの、映え3.0なんですよ。いや、僕、<laughs> 1.0、2.0知らないんですね。<laughs> もう3.0から来てるんですかそうなんです。まあ、昔はそのカラフルな背景でもうキラキラ。で、はい、もう非日常みたいながまが、あ、2017年頃ろの映え1.0ですねで、はいあの。ここで止まって 言ってるんですよ、皆さん、うん、結構。うん、え、これインスタ映えやんみたいなことを言われると、振るみたいな。うん、結構思う。え、そう、倍一点ゼロやしなみたいな。<laughs> <laughs> そんなに思われるの嫌やな。そあ、から、まあ、倍二点ゼロになると、ちょっとこう日常を取り入れつつも。はい、あの、まあ、コロナ禍っていうところもあって。うん、で、まあ、きらびやか。 で、今、まあ、倍3.0なんですけど、完全に日常なんですよね。はい、日常のエモ、うん、エモ、気軽な部分っていうのを切り取ったものが、今、倍3.0になってるので、まあ、全然、あの、カラフルでも何でもないですし、むしろ、あの、若い子のインスタって結構白黒なので、うん、まあそういうものが今、流行ってたりしますね。し、うん、てました。それ別に、あれですかそのさっきのリールとか、 そのフィード投稿みたいな区分なくてインスタ全体としてそういう感じうイ,インスタ全体やっぱりインスタのブームとかって Z 世代であったりとか10代から上がってくるのがほとんどなので、はい、まあ10代20代前半のブームっていうのがそこで、まあ、リールとかインスタの、まあ、全体的な構想っていうのもそういうふうなブームになってますね。なるほど この話の流れで言うとちょっとまあテクニックからずれるんですけど今って10代の子ってインスタダサいと思ってるんですよ。はい、へえ。そうなんです。<laughs> インスタダサいって思われてるんですかインスタダサい <laughs> なんかこの前ちょっと衝撃的だったのが年 <laughs> の,の差がある女の子の兄弟をこうを、はい、育てていらっしゃるお母さんが下の子はもうインスタやらない、スナちゃんはい。 上の子はインスタまだやってるみたいな、兄弟間でもやってるその SNS が違うっていう話をされていて、Snapchat ですね。なので、まあ、本当に今、こうやっぱり年配、まあ、40代とかが入ってくると、一気に SNS ってダサいと思われてしまうので、ななるほどそうなんですよやっぱ文字入れ投稿がまあ主流になってきたりとか。はい なんかこのコンテンツコンバーターっていうところでブロガーがこのインスタをちょっとこう塗り替えてしまったっていうところがやっぱり下の世代には上は入ってきたけど下はダサいと感じているっていうのがこの2022年最新状況ああそれすごい面白いですねなんかすごい腑に落ちるところがありますね <laughs> いろいろどこのプラットフォームでもそうなのかもしれないですけど、はいうん、最初ってそこまでやってる人が少ない じゃないですか例えば YouTube とかでもそうですけど、まあ、参入してる人が少なくて YouTube すごいらしいぞってなるとそれこそみんながこうお金の匂いをかじつけてすごいガッて集まってくるじゃないですかでそういう人たちって多分10代とかではない10代20代っていうかどっちかっていうと30代40代とかの人が増えると思うんですよねだからそうすると だから若い子たちは、このプラットフォーム、ま、た例えば YouTube とかいまいちだよね。じゃあ次はなんだで、TikTok とかに行きます。じゃあ TikTok とかもじゃあ同じような雰囲気で、まあ、まだ10代とか多いと思いますけど、うん、それでも、ね、そのビジネス系の人たちもやっぱりそれに目をつけて、ガンガンやり始めてて、なると、そのなんか流行りみたいなのが移り変わってみたいな、なんかそれを繰り返してるんじゃないかなっていうのはいててそうですよね繰り返しです。そうです まあなので、インスタで、これから、あの、生き残っていくというか、これからじゃあ伸ばすよっていう人に、ぜひ、こう、念頭に置いていただきたいのは、まず一時情報か二次情報かっていうところは、もう、もうこれは、もう今入る、参入するってなると、もう超後発組に入るので、はい。これは絶対ですよね。あの、まとめインスタとか、あの、ちょっと厳しいです。なるほど。はい。で、あの、SEO、 まあ、AI とちょっと似ているところがあって、オリジナルコンテンツへの評価っていうのが、はい、これはもう公式発表でもされてるんですけど、オリジナルコンテンツっていうところの評価がまた上がってきてるので、まあ、自分の体験談とか、うん、まあ自分が辛かった経験っていうのをまあ出すっていうところがもう必須かなと思ってます。うん、なるほど。だから、自分自身でそういう、えー、と一時情報とか、自分の体験とかを そそもそも発信できるようなものを選んでというかやっていかないとダメだよねってことですよね。うん、そうですねだから育児やってるからじゃあ育児アカウントやろうではやっぱり尖らないですし、はい、まあ,ありふれてしまうので、うん、じゃあ育児でこう何がつらかったかとか <laughs> なんかそういうところまで尖らせてあとはあのもうフィード投稿も上がらないっていうふうになったらもうできるだけあのストーリーでのコミュニケーションっていうところはもう、はい。 超重要ですね<ー>ストーリーで、えーとまあ、閲覧のパーセントよく言われるのか閲覧のパーセンテージっていうのが20%を切らないようにしようん、あの仕様っていうのがよく言われていてでこのストーリーでの主張がまあ20%超えてすごくこう人気のものになるとフィード投稿がおすすめに上がりやすくなるとか、うん、まあそういうのは言われてはいます。私もちょっと肌感でも感じますね。 えその20%とかっていうのはフォロワーさんにってことですか全フォロワーさんのってことですかそうですね。全フォロワーのまあ20%は見てねっていうような。ああ、なるほど。ここはインスタ界隈の結構常識的な感じになってますね。へえ、なるほど。ってことは、あれですね。ただただフィード投稿を 繰り返すだけのアカウントではもう戦えないってです。戦えないです。戦え今、取り払い肌立ってまなた、<laughs> 私は。鳥肌立つ。無理です。無理です。でも、絶対、ほとんどそんな感じだと思いますけどね。<laughs> ちょっと難しいので、う,まあ、うちの、えー、とやり方としては、うん、ウィズラでもえで、ー、も、シズルウィズっていう会社でも、はい、あのインスタを伸ばすには、まあ、フィード投稿とかリールっていうところと、また別の軸として、えーはい、ストーリーでのコミュニケーション。 でこれをあの外的な動向って言ってるんですけど、はいえー、今いるまあフォロワーさんとの、えー、双方向のコミュニケーション、ストーリーでこう自分の言いたいことを言うっていうわけじゃなくって、こう質問箱をしたりとか、こう返したりとか、こういう双方向のコミュニケーションを取ることでエンゲージが上がっていくので、<ー>これをまあ気をつけましょうっていうことをお伝えしてますね。その,そ,そのストーリーで意識するのは、うんうん とりあえず一番にその見てもらう、うん、20%以上の人に見てもらうっていうところですか、うん、それとも例えばコメントとかそういうのもらうとかそういうあれですかまずは、えー、と見てもらうには何かで、うん、結構その巻き込み型のストーリーっていうのがやっぱりいいので、はい、面白いなって思ってもらえるもの興味をそそられるものっていうのはすごくこ,こだわって作らないと、うん、例えばこれおいしいご飯みたいなんで。うん ランチナウみたいなことをやっても、はい、ストーリーってこう一列に並んでいてやっぱりフォローしている人が多いと選ばれるんですよねこの人のストーリー,いー、はい。左から順に見ていくって相当暇な人じゃないとやらないので、はい、なのでここで面白いと思われないとそもそも見られないっていうところがあってそこからじゃあコメントをもらうにはどうしたらいいかっていう次のステップになります。 お面白いですねだからとりあえずまあ見てもらうのが一番で、うん、見てもらえるようになったらじゃあそこからコメントをもらえるにはどうしたらいいかっていうのを考えていく、うん、そうまあと、うん、全体的な私のなんか肌感としてやっぱ共感性コンテンツっていうところじゃないと、はい、あの伸びなくなってきているので、はい、ポジティブな発信よりもあの発想を変えてもうネガティブにしちゃって成功したっていうパターンが結構うちありました。 つらかった経験とか。なるほど。今の流行りで言うと、HSP とかが言われたくない言葉みたいな、うん、ちょっとこうネガティブじゃないですか。うん、HSP を克服する方法ではなくて、空間、うんはい、型なので、つ、ま、ら、あ、かったよねっていうようなコンテンツの方が、うん、反応が良かったりっていうのはしますね。へぇ、なるほど。うん、それ面白いですね、その発想は。そうねそうね 店舗、まあ、さんとか、あのー、インフルエンサーさんとかもうすでに、えー、ファンがいるっていう人はどういうふうにインスタにこう既存のファンの人を呼び込むかっていう発想がまず必要なので01がしんどいのでそれだったら既存の、えー、お客さんファンっていうのを取り込むためにどうしたらいいかっていうこのマーケノーみたいなところは必須スキルかなと思ってます。うんなるほど えだから僕みたいにツイッターとか YouTube である程度、なんだろう、みんなに見てこらえもらえるような人は、その人たちをどうやってインスタに呼んでくるかっていう話ですね。そうですそうね。例えば今、ツイッターでフォロワーさんが多くて、そろそろインスタ頑張ろうかな、みたいな中地さんみたいなタイプの人って、はい、ツイッターからインスタの転移率ってかなり低いんですよ。うーん あの私もすごく思いますし、これだけフォロワーがいても、インスタのフォロワーはこれくらいかっていうことよくあるので、変異、うん、率すごく悪くて、結構別軸で考えつつも、こっちの人をどう呼び込むか、<laughs> なので、うん、こっちのメリット、インスタの方に大きなメリットを生み出すっていうところを考えたりとかはします。うんうん、さっきの話で、まあ、そのストーリーズの話ありましたけど、うん、なんかそれと,、えー、と、フィード投稿と、あ、うん、とリールとかあると思うんですけど、うん なんかその辺の使い分けみたいなの、知ってます、うん、そうですね、えーと、ストーリーっていうのが、接触回数が多ければ多いほど、ファンになるっていう心理をつくっていうのをまずお勧めしているので、はい、かなり更新するリアルタイムな自分の状況を伝えるためのもの、ツイッターですね、要するに。 ツイッターな的な使い方、うん、で、まあ、コミュニケーションっていうのも双方向のコミュニケーションが一番取りやすいのもストーリーなので、はいまあ、コミュニケーションかつ、えー、自分の、えー、リアルタイムな情報を発信するのはストーリーで、えー、リールっていうのが、えー、自分のことを全く知らない人に対して見ていただくショート動画なので、うん、自己紹介的なあれみたいな思ってもらうためにはどうしたらいいかななだと思っていて。はい リールの評価軸って、どれぐらいの人が最後までちゃんと見たか。で、そこからえ何パーセントの人がプロフィールに飛んでくれたかっていう転移率なので、うん、じゃあ、最後まで見てもらえるようにするにはっていう発想をこうで考えると、はい、それって最初の違和感だと思うんですよ。違和感を生み出して最後まで見てもらう。うん、おう、なるほど。 なと思ってて、この違和感っていうのを教えてくれたののちょっと違うしなんですけど、そう違和感かなと思っていて、うん、で、そういう使い分けですかね。自己紹介のための違和感を生む動画と、うん、えコミュニケーションとツイッター的に使うのがストーリーって感じです。なるほど。フィード投稿はまとめみたいな感じですね。自分の相対性みたいな感じです。ああ、なるほど。なるほど、なるほど。 ほとんどフィード投稿って、あの、やっぱり、普通に日常的に使ってる人ってフィード投稿ってしないもんなので、うんうん。あまりしてないじゃないですか。月に1回、2回とかだと思うので、うんはい、<laughs> まあ、あの、同じようなイメージです。毎日投稿するのは全然いいんですけどね。あんまりじゃあ、あれなんですね。フィード投稿をガンガンしてやっていくっていう感じではないんですね、今いいないです。ね。ただ、 いますよ毎日投稿をおすすめしてる人とか、うちも代行、はい、で月15投稿とか20投稿するんでいいんですけど、はい、どういうポジションかっていう感じですね、個人のアカウントとして伸ばしていくのであれば、えー、労力としてリールとストーリーに回して余ったところでフィード投稿すればいいし、はい、逆に、あのー、店舗さんとか、そういう情報系のアカウント、こうブログからインスタにするとかだったら、 あのフィード投稿とかも大事だと思いますし。あなるほどただ、優先順位としてやっぱストーリーかなって思います、一番は。ええー、それがうまくいかないと、みんなに見てもらえないからとか、そういうことですかそうですねあの、それなしにフィード投稿が今、上がる時代ではないので、今から01をやるとしたらですね、コミュニケーションの量かなと思います。はあ、だからとりあえずストーリー頑張って、そう,そうです、そうです。コミュニケーションを増やして。そう,そうです、そうです。 なるほど。面白いですねで、まあ。既存のファンがいる人は既存のファンを取り込む。そこでもう01をスタートさせるっていうのが。で、その共感性を呼ぶために、えー、ポジティブな投稿がいいのか、ネガティブな投稿がいいのかっていう、うん、ネガティブっていう一つの選択肢を持っていただくといいかもしれないです。うん。え、なんかそれで言うと、インスタライブあるじゃないですか。はいはい。なんかインスタライブとかはどうなんですか インスタライブを見る人ってものすごい濃いファンなんですよね。もう最上級のロイヤルカスタマーみたいな感じなんですけど、でもこういうのを、例えばインスタライブを当たり前にして、こうみんなでこういつもこのコメントくれる人とかと仲良くなっておくと、やっぱり自分に例えば何かをこう商品を出すとかインスタグラマーとかが P2C とかで何か商品を出すってなったら、絶対に買ってくれるのはそこの人たちなわけですよ。 だからそこの人たちへのコミュニケーション、うん、最上級のコミュニケーションだと思ってます。ああ、なるほど。カスタマー層の差ですよね。なるほど。だから別に、あれですね。だからインスタライブをやることで別にそんなに新規を捕まえられるようなものではないってことですよね。そうです、そうです。新規のためにやるものではないと思います。だけど、こういうのを当たり前に、インスタライブが、うん、いつも当たり前にやっていると、例えば、 あのゆうこさんとかだったら、はい、もうインスタライブでもの売れるっていうふうになるんですよね。うんうん、だから、この人といえば、このインスタライブすごく面白いとか、あと、インスタライブでしか伝えられないこと、えー、使用感とか、うん、あとはまあ、商品持ってる人、限定になっちゃいますけど、あの着,、はい、着動画みたいな感じでこう来てみるとかは、よくブランドさんがやっていますね。 はあ検索とかスナイデルとか人気のブランドが、うん、ええー、スタッフさんがこれ来ますみたいな感じでインスタライブをするっていうようん、な。るほど。あとうちが見てるアカウントで占い師さんがいらっしゃるんですけど、インスタライブであ,<れ>あのみんな20名限定で占ったりとか。へ確かにそういうのは面白そうですね。うん、そうなんです。まあなんかあれですね難しいですねそう考えるといろいろ面白そうだけど。 どういうふうういいいにやっていくっててくのはそうですねツイッター、Twitter、と比べてやっぱりインスタって機能が多すぎるっていうところと、うんうん、あとその空気感がやっぱり独特で表現力の世界になるのでうん、うん、その人のポテンシャル次第みたいなところはあのー、大きく左右されるんですよ。な <laughs> なんんかかかこの人明るいからなんか 楽しいなって思うのって結局ポテンシャル的なところもあるし、はいうん、生まれ持ったものもあるしそうですね <laughs> だからあのこれから01でインスタを始められる方におすすめなのはあのロムレっていう感じですねああ<ー>ロムってあの今人気な人がどういうふうにインスタ使ってるのかとかあとおすすめなのが 中地さんあの10代とか二十歳ぐらいの友達います、はい、いないかなその,あの Z 世代と呼ばれる子たちの友達を作るの、はい、私結構おすすめしてますあなるほどもうすごいんですよやっぱもうグーグルマップ見ないし、はい、ご飯、ね、あの調べる時とかグーグルマップ見ないですし、うん、まずそのお店に行くにも そのお店に行ってどんな写真を撮れるのかっていうところから逆算してお店を選んだりとか、<ー>なんかこのストーリーが面白いとか、そのストーリーの使い方、ポスターのようにこうやっていたりとか、はい。なので、その下の世代からやっぱり学ぼうっていうのは常日頃、特にインスタは思います。ええ、と、面白いですね。確かに考え方全然違いそうですよね。面白いですよ。なんか結構驚きというか、 あそういう風に使うのねっていうのはめちゃくちゃあります。ああ<ー>。<laughs> いいな。なかなか知り合うところがないですけど。<laughs> 確かに。<laughs> 仕事の種類的にもなかなか知り合うことないんだよな。あ、でも、あれだな。ライブ配信とかは割と大学生だったりとか、高校生みたいな子たち、<あ>来てくれることがあるんで、その YouTube のライブ配信とか。 逆に、中地さんがこうそういう方たちにこう質問するっていうのもいいんじゃないですか。は<ー>例えば、じゃあ、今まで中地さんがブログを見て買っていたものって、じゃあ今、Z 世代の人たちってどういうふうに買い物してるのとかって、結構気になるじゃないですか。どういうふうに検索してるとか、うん、なんかそういうのですね。いや、面白いですね。そういう10代とか若い子、全然買ってないですけど、そういう。 コミュニティみたいなのを作っておくのは割とありかもしれないですね。そう、やっぱり変化と進化ってすごく大事で、やっぱ1年のスピード感、やばい早いですよ。うん、で、10年前のスマホの普及率って、ちょうど41%とかで半分、今82%とか半分なんですけど、うんうん、もう、 一年が早すぎて、こんなに10年でだって、スマホの距離ーば倍になるとか <laughs>、うん、早すぎるんですよね、SNS によって。うん、で、この SNS のブームを作ってるのって、やっぱ高校生とか、10、はい、代とか、で、こう、うん、たまに YouTuber がニュースに出ても知らないことあるじゃないですか。うん。<laughs> でも、<laughs> あ,<る> <laughs> あのー、面白くないと感じてしまう自分、 があの多分下の世代からしたら面白くないので、はい、まあそういうトレンドをつかんでくのは変化と進化の一つかなと Z 世代の投稿に注目するのはおすすめですいやー大変ですね大変ですやっぱやること多いし人付き合い変えないといけないし <laughs> うんいや大変だからブログは難しくて SNS なんか簡単みたいな,、うん、なんかそういう風潮がみたいな話しましたけど 全然そんなことないですよね、それを聞くと。全然そんなことないね。やっぱブログより、マーケノーとか、あのー、言語化されていない人の気持ちを動かしているところの分析力であったり、うん、今伸びている人って、素人が見てもわからないくらいに、ものすごい緻密に計算されてるんですよ、SNS にしたって。おおなるほど、はい。で、同じようにやってもうまくいかないっていうふうに悩んでる人はそれです。 そここにに緻密なな計算がされていいることに気づかないああなるほど。なんとなくこんな感じの投稿をしているから自分もそれと同じような感じでやろうみたいにやってもうまくいかない。そうね、そうね。もうそこに行き着くためにどれぐらいのカットがされていて、で何回やり直ししていて、どれぐらい数字を取って分析しているのかってもう全然想像つかないことあるので。うんうん、なので、飛び道具だと思わない方がいいですね。ああ、なるほど。うん こう表に出ないじゃないですか基本的にその裏側の話って、うんうん、だから分かりにくいところもあるのかなと思いますよねなんかそれこそまあインスタとかでも本当にそれこそ日常の何か、うん、食べたご飯とか風景、うん、カフェに行きましたみたいなそんなのを目の前のやつをパシャッと撮ってそれをインスタに上げてたらそれでフォロワーが増えてみたいな思ってる人結構いるんじゃないかなと思いますけど、うん、だから全くそんなことはなくて本当にめちゃくちゃいろんな選択だとか なんかそういう計算みたいなのをして作られてるアカウントっていうのが今はいっぱいあるってことですよね。うん、SNS の失敗談って出てこないじゃないですか基本的にあの、うん、このアカウントがうまくいかなかったとか、はい、全然人気にならなかった、うん、で失敗談がとにかく出にくいあのジャンルなんですけどこれどうしてかっていうと SNS の評価が自分の評価にひも付いてると思いがちなんですよね。 <で> SNS で人気がないからあの、ちょっと恥ずかしいとか。うんうん。だから失敗談も出にくいんですけど、そうじゃなくって、うんあの、伸びてる人はめちゃくちゃ緻密に計算しているから、自分のありのままの姿とは言い切れないよっていう感じです。うん、なるほど。いや、面白いですね。僕、すごいなんか真剣に考えちゃいますね、それ。僕は、それこそうん、うん、Twitter はずっと何年もやってますけど、インスタとかまだそんな本格的にやってないので。 なんかじゃあ自分だったらどうするんだろうみたいなのは今の話を聞きながらすごい真剣に考えちゃいましたね。そうですね、あのー、まあ、コンテンツコンバーターっていうものがもうまずちょっと難しいなっていうふうに思い始めているっていうのと、はい、あと、うん、例えば SNS ガチローっていう人からも学べること多いんですよね。ああ、なるほど。インスタとかツイッターとか。 いや確かに勉強されているところも多くて、うん、そこに群がる人たちは素人ですよ、うん、正直だけど、はい、トップの人のやっぱり分析力とか使い方って最先端でめちゃくちゃ時間をかけられているのでそこからもあの学ぼうっていうような姿勢です今までちょっと毛嫌いしてたところもあったんですけど,どもう学ぶ姿勢です私なるほどうんそうですね あとやっぱツイッターで結果を出してる人がインスタで結果出し、でもインスタでも結果を出してるってマジで本物です。ああ、なるほど。うん。へえ<ー>。SNS マーケターとして本物じゃないかっていう普通に思いますね。それはあれですか。ツイッターとインスタっていうものは、まあ同じ SNS だけど全然違うけど、どっちも結果出してるから。そうね。すげえってことです。 すすげえです表現力も入れてるし、文章力もすごいしっていう感じです。でも、同じ SNS でも、自分のちゃらけ方が違うんですよね。SNS って若干その、自分を捨てないといけないじゃないですか。Twitter、まあまあ、は等身大でいいんですよ。はい、でも、インスタってちょっと振り切らないといけないときあるので、それをしっかりやれてるところとか、すごいなと思います。 あなるほど。それで言うと、僕は割とそういうの向いてないかもしれないですね。ああ、イえーイみたいな感じですね。<laughs> <laughs> なんかこうやってやったりみたいな感じですよね。リールとかああ、そう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 。<laughs> いやあれはあれで、なんか面白いなと思う反面あるんですけど、<laughs> あれをずっとやれるかって言われたら、難しいなと思っちゃうんですよね。うん Twitter とかでもね、話ありましたけど、やっぱ等身大の自分、 うん、でっていうのは割と大事だと思っててこれ僕 YouTube でもすごい大事にしてるんですけどその等身大の自分のままでい続けてそれでも人に受け入れてもらえるような動画だとかそういうものを作っていかなきゃダメだなと思ってるんですよね。なんかもちろんそのこうする方が面白いこうする方がなんかみんなにこう受け入れてもらえるとかっていうので寄せていくっていうのもそれはそれで大事だと思うんですけど。 でも結局それでしんどくなってしまってやめてしまったら何にもならないわけで、うん、だったらこの素のままでだから割と僕は厳しいことを言ったりすることが多いんですけどこれあくまで割と素なので何も作っていなくて、うん、まあだからこそ、えー、となんだ続けられるんですけどうん、うん、でもそれでもそういうことを言ってくれる人っていうのは少ないからって言ってうちのコンテンツを楽しんでくれてる人も多いので濃い濃い中地ファンがいやそう 中瀬さんの、そう、あの、ウェブ食 TV、うん、あの、見ている人から、たまに DM 来るんですけど、あの、5時脱字とか、5時、はい、脱字してる時とかに、はい、ウェブ食 TV 見ているものです、はい、みたいな自己紹介から入るんですよ。ウェブ食 TV 見ているから僕は真面目です、みたいな。はい、<laughs> 別に、あゆめこさんを口説こうと思って DM しているわけではないんです、みたいな。はい <laughs> みたいない <laughs> いますよ <laughs> いやでもねありがたいなと思います、うん、いろんなところでうちのコンテンツを見てくれてるっていうのはなんかそのお仕事をする時でも自分の YouTube チャンネル見てくれてる視聴者の方にいろんな仕事を頼むことってあるんですよねそれこそライターをお願いするとかうん、うん、別の仕事をお願いするとかそういう時でもそうなんですけどその僕の話をずっと聞いてるんでなんかその考え方とか 価値観みたいなものをすごい共有してくれてるんでいやだから何だろうちょっと指摘をするといやもうこれはテレビ局 TV 視聴者として失格ですねいや,い <laughs> いやそこまで言ってない <laughs> そこまでのことは言ってません <laughs> 安心してください <laughs> これがわからないなんてみたいな <laughs> 最近でもカニバリがわからないなんて私はもうダメですみたいな <laughs> これ宗教ですよ、宗教できちゃってますよ。いや、だから、<laughs> 一部、だからそういう方々もいてくれるんで、<laughs> 別にそんな教養も何もしないし、そんな狙ってるわけでもないですけど、いや、だからありがたいなと思って、そういうのを受け入れてくれて、うんまあ、しかもそれが学びになってるんだったら、それはそれでいいと思うん。だからあの、話戻すと、僕はあんまりそういうインスタとかに、どっちかっていうと向いてないだろうなとは思いますね、SNS として。うん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 。作ったりするのがあんまり好きじゃないというか、た、まあ、多分得意じゃないんで。わかる。 やっぱりどっか自分の、あのー、プライドというかもう捨てられる人が、あのー、TikTok とか、うんあのー、インスタのエンタメ寄りなもの向いてるのでなんかこうもしこれ見てくださってる方が Twitter とインスタどっちにしようっていうこの2択で悩んでるのであればなんかその自分の殻を破ってでも楽しくみんなに。 見てもらいたいって思うのであればインスタいいと思いますし、うん、逆にちょっと自分まだそこまでではないなっていう人だったら、うん、あのビジネス、うん、ツイッター普通に向いてるので、うん、ツイッターでもいいですよね確かにいやおもろいっすね SNSSNS 面白いですよめちゃくちゃ面白いっすね面白いです私結構日々なんか戦ってますもんなんかクライアントさんというかまあ問い,、はい、の問い合わせの方にインスタやったら めっちゃ儲かるんやろみたいな。うってなんかでも、新しい SNS もいっぱい出てくるじゃないですか。うん、なんかそれこそ最近でも対談でもちょいちょい聞くようになったなと思いますけど、レモンエイトとかやってる人とかいますけど、なんかそんなのって今後どうしていくんですかそれが流行りだしたらまたそういうのも。 取り入れててやっていくとかそうですねあの、やっぱり私が SNS の会社ですので、自分がいろんなものに触れないといけないなとは思ってるんですけど、はい、でもこの全体的な空気感とか、まあ、海外、アメリカとかの動向、SNS の動向を見てると、やっぱり SNS 疲れをしている人向けの,あのものっていうのが、ちょっと流行ってきている。うん 例えば、えー、ともう何時何分ってわからないけどその時の写真を載せないといけないっていう SNS があって、うん、だから自分がすっぴんかもしれないしトイレ行ってるかもしれないんですよ。でその時の写真をあげるとか、えー、だから映えれないみたいなだから映えのために何かをしないみたいなのを楽しもうみたいな風潮があったりとか。 えー、まあ日常を楽しもうっていうような空気感にはなってますね、1年後のことは正直わかんないですけど。うーんなるほど。なんかね、そういう SNS って変わっていくじゃないですか。はい、ね、戦い方も変わってくるんですけど、でも、本当にこの大副業時代に、この変化を楽しめる人は勝ちですよね。ああ、でも確かにそれは思いますね。 うん、なんか面白そうなんでたみたいなはいやってみようみたいな感じです、うん、イメージ的に確かに確かに、うん、なんかいち早くクラブハウスやったしとか、はい、ああ <laughs> いう感じ確かにあれはなんかもうそんな流行らなくなっちゃいましたけど、うん、でも何が当たるかも分かんないですからね、うん、そう言うとそうです 中地さん高校生の友達作りましょうか。高校生の友達できるかな <laughs> じゃあ二十歳。<laughs> もう分かんないけど、お金を出してあげるぐらいしかできない。<laughs> ご飯をおごってあげるとか。でめちゃくちゃ喜んでサイゼとか食べてくれますよ。<laughs> 私がやったらママ活になるんですけど。いいんだったらいくらでもおごりますけどね。それで話を聞けるんだったら。うん。 確かに何考えてるかとか何やってるか知るだけでも面白いですよね。面白いです。なんかね、あのー、昔から仲良く私にしてくださってるアフィリエイターさん、はい、で、今でも,もう最前線でもうやっていらっしゃる方って一個特徴があったなって思っていて、はい、それが、 私が例えばこう、アフィ飲み会とかに行って全然初心者で、うん、ちょっと SNS とかでちょっと有名になり始めた時とかに、はい、水野さんとかもそうなんですけど、<い>全然私のこと知らないのに、最近の SNS 何が流行ってるのってめっちゃ聞いてくるんですよ。で、質問できる人やっぱずーっといらっしゃるんですよね。ああなるほど。この界隈でも。私に対してなんか、うん うん、知らない女が来たとかじゃなくって、うん、最近何が流行ってるのとか、あとなんか最近何か何買ったとか、面白いことないとか <laughs>、うん、聞いてくる経営者のずっといるなって思います。これ一つのなんか最近気づいた発見。あでも確かにそれはすごいなんか僕も同じようなこと思うかもしれないですね。うんうんうん、うん、なんか。なんでしょうね、リサーチじゃないですけど、なんかずっと こう質問みたいなことを特に若い子がいるような時にいろいろ聞いてる人はすごい人多いイメージ僕もありますねそうそうなんですよパッて思いつく人とか結構楽しんでる感じしませんでもするかもうん、うん、確かにさっきの話じゃないですけどあんまりこう古いものに固執をするというよりは変化を楽しんでるような人は多いかなと思いますよね、うん そう,そうなんですよ。なので、あのウェブショッ TV を見ている方も、ぜひ、Z 世代と <laughs> 友達になってください <laughs>。いや、それが今強いということですね。はい、楽しいと思います。わ <laughs> かりましたえ。ちなみになんか喋りたいことありますと、アイメコボン最後喋ります。アイメコ本喋ります。でーん。でーんアイメコボン2冊あります えアイメコ本、面白かったですかあ面白かったです、普通に。通にまあ、特に、しかも、僕はアイメコさんのこと知ってるし、うんまあ、あと、しかも僕のことも載せてもらってるんで、すごい面白かった。<laughs> そうあの、皆さん、中地さんのことも載ってて、浮いてるって書いてました。浮いてるって <laughs> <laughs> 書いたけど、誰もそこ突っ込まなかったんですよ。中地さんのこと、なんか浮いてるって言っちゃダメですよとか、そういうこと言わなかった。<laughs> <laughs> ちょっと突っ込んでもって <laughs> 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 はいあの「あいめこ本」が先々月に、えー、発売になりましてですね、うんえー、ちょっとあの変わった変わった、えー、SNS 本となってます、うん、で、まあ、この変わったポイントっていうのが、うん、あの私あのテクニック論 もちろんテクニックももちろん乗ってます。テクニックももちろん乗ってるんですけれども、えー、自分がどういうふうに、えー、と稼いできてとか、あとあの、クライアントワークをやってきたとか、ちょっとこう、自書伝的なところにもなってるので、うん、でも、あの、私が最終的に大事にしているのはあの、テクニックよりもあの生き方とか誠実さっていうところだと思ってるので、あのちょっと共感できるかもっていう人は、 買ってみてみください、はい、あのテクニックを期待すると1勝2勝くらいですかね3分の23分の13、うん、分の半分ぐらいしかないのでぜひ読み物として1時間くらいで読めるんでね、はい、読んでください。いや確かにあこんなにがっちりそのあいめこさんの反省みたいなのを書くんだっていうのを見てて思いました。<laughs> <laughs> あの本出して思ったんですけど、はい、著者さんが全員が全員、書きたい本を書けるわけではないんですよ。うん、出版社さんから売れる本っていうのを、はい、あの書いてくださいっていう風に言われるので,で、ねあの、こういう構成でとか、まあ、ライターさんが入ってるっていうことも結構多くありますし、うん、それを私の本はもう完全に私がやりたいように。 私が自分で、ね、書いたっていうような感じなのでなるほどもう売れる売れないとかそういうことでもないみたいな <laughs> <laughs> 売れてもらわないと困るんですけど、うん、そういう本ですぜひ買ってください,いやでも普通に何だろう読んでて、まあ、その知っているからこそ面白いなと思ったしでも SNS の方のテクニックはそれはそれで勉強になるしっていうので僕あんま今まで SNS 本って あこれめっっちゃいいいなななみたいなの少なかった少かんですよね、うん、SNS の方いっぱいあるけどうんみたいなのが多かったんですけどその中で、えっと、前から唯一これは勉強になるって押していたのが僕は共感 SNS だったんですよ。うん、ユーコスの共感 SNS を割と押していて、うん、なんかそれとなんか割と近い雰囲気というか書き方的にはなんかその自分自身がこういう人間っていうのもあるしその中にちゃんと SNS のテクニックも入ってるしっていうので。 いや、だってこれは、あのー、ゆうこすずの教科 SNS みたいな本を作りたかったから、これをやってるので。あ、そういうことなんですね。<laughs> そうなんですけど、さすがに、ああはならなかった。さすがに、ああはならなかった。いや、なるほど。いや、でもめちゃくちゃいい本だと思いますよね。読んどいて、損はないかなと。まあ、でもさっきもね、うん、話に入りましたけど、割と、 そのバックボーンというかあいめこちんの後半戦みたいなのも割と多めに書かれているのでそうなんです私の幼少期の誰が興味あんねん話がだからなんかアマゾンのレビューとかを見たときにすごい自己満本だみたいないたけど <laughs> そうなんですよそうなんですよそういうの作ろうと思って作ってるんだったら <laughs> そうなんですアマゾンのレビューあのうってなるんですけどままあ、まあまあまあいいですいいです <laughs> はい、ぜひ買ってない人は買ってください。はいあ。全員3冊ずつくらい買ってください。<laughs> あれしときます。えっと、概要欄にリンク貼っときますイイ。イエーイイーイ ブログの他をもっと勉強したい人のために無料メール講座もやっています。ブログ収益化まで体系的に教えているから、ブログを本気で頑張りたい人にはおす,すめの講座になっています。文章力を鍛えたい人のために文章の書き方を直接指導する f e ー,ーライティング実践講座もやっています。ブログで稼ぐには文章力が必須なので、ブログ初心者から中級者にはお勧めの講座になっています。どちらも興味があれば概要欄からぜひチェックをしてみてください。あ、あともう一個いいですかあ,あ、どうぞ。あと、動画を見てくださった方は、高評価。 とあ、チャンネル登録と、はい、あと、あのー、動画の URL と、私のメンションつけて、はい、えー、面白かったです。また出てくださいよ。書いてください。<laughs> のこ,れこれを書いていただけると、私はまたあの3回目が出れるので、すると、私があのすぐリツイートに行きますので、ね、このチート技をお願いします。いや、お願いします。ぜひ。はい、<laughs> 結構いいこと喋った、ね。 いや、ありがとうございます。<laughs> いや、でも、すごい面白かったですね、今日の話。まあ、多分、前後編分かれますけど、ツイッターとかインスタの話で、まあ、そうやって、なんか、ね、中のアルゴがどう変わってるかとか、うん、なんか、インスタの、そういうさっきの話、まあ、全体のその空気感もそうだし、中のアルゴとか、そういうものもそうなんですけど、うん、なかなかそういうの知る機会ってないじゃないですか。 ね、途中でも話ありましたけど、そのブログとかそういうものみたいに、なんかこう体系化されて言語化されたものがあんまりあるわけじゃないので、うん、だからインスタやった方がいいかなって言って、はい、なんとなく始めてみて、フィード投稿をなんかちょっとやってみて、うん、全然伸びないから爆死するみたいな、うん、なんかそういうパターンが多いのかなと思うんですけど、<laughs> まあでもそういうのもだから、 なんか今日の話を聞くと、ああ、それだけじゃダメなんだな、うん、ちゃんともっともっと考えてやっていかなきゃいけないんだなっていうのが分かるだけでもかなり大きいんじゃないかなと思いますけどね。うん。はい。まあうちの視聴者が特に、言ったら SNS メインっていうかどっちかというとブログメインなので、うん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 。まあそれが分かるだけでも結構大きいんじゃないかなっていうのを話をしてて思いました。やったぜ。 はい、参考になる話は、<laughs> ていうか、僕、すごい楽しかったです <laughs>。あ、本当ですかうしい, <laughs>、はい。インスタの話とかもそんなに聞くことないんで。<laughs> <い>参考になりました。今後の自分のインスタの運用方法を改めてちょっと、真剣に考えようと思います。うん、<laughs> 真剣に考えようい。<laughs> はい。ということで、じゃあ、今日の対談、これで終わりにさせてもらおうと思います。<laughs> では、ありがとうございました。したありがとうございました。あいめこでした。